はい、おはようございます。今日は、ね、5月2日土曜日、ゴールデンウィーク真っ只中ですね。9時40分です。ちょっともう一言お話ししておこうかなと思いました。昨日ね、友達から、ね、メールが、メッセージですかね、あったんですよ。すいません、もしドネーションしていただけたらお願いしますということですよね。ドネーション。日本ではこういうことはまあまずないよね。ないよね。とにかく日本政府に言うよね。金を配れと。なんとかしろと。いうことなんですけれども、これ海外のね、外国人なんですよ。インドネシア人なんですけどね。その海外はね、政府に 言うことはね、まあまずありません。っていうかね、もう諦めてます。諦めてます。何かしてくれるなんてことはないからね。その先進国だけですよね。例えばアメリカとかね、日本とかヨーロッパとか、そういう力のある国、力のある政府ね、財力のあるところはね、そういうことをしますけれども、まあミャンマーとかでもやんないよね。ミャンマーもやらないし、インドネシアもやらないし、まあマレーシアどうかな、マレーシアレベルでもやらないかもしれないね。まあシンガポールだったらやるよね。あとタイも微妙な感じじゃない？できるかできないかぐらいの、そういうところじゃないかな。なんですよ。そう、なんか話してる内容がね、友達からメールが来てね、あんまりなんか何をしたいのかようわからない。っていう、というところなんですよね。まあ、寄付ですよね。寄付ね。それをお願いできませんかというところですね。アジアとかにね、の友達がいると、こういうのがね、回ってくるかもしれませんね。もちろんね、日本人的にはね、詐欺かなんだっていうふうに、いうふうに思うかもしれませんけれども、特にね、発展途上国では、こういうことが当たり前に行われますね。これはドネーションですね。ドネーション。ね。みんなの助け合いですね。もう、まあ、もちろんね、悪質なものも中にはあるでしょう。ね。こういうことを利用してというのもあるんですけれども、みんなの助け合いだよね。政府が当てにならないからですね。それを、で、まあ、余力のある人と言いますか、まあ、みんなでね、まあ、助け合いましょうねっていう、そういうものですね。で、その下地になってるのがね、結構ね、その人々の、なんていうんですかね、思いやりっていうよりも、宗教だったりとかもするんですよね。それがイスラム教だったりね。あとは仏教だったりね。そういうことがよくあるんですよね。それが中心となって、みんなでその危機を乗り越えましょうということですね。この映像はね、ミャンマーのヤンゴンですけれども、ヤンゴンというか、ミャンマーでもそうですよ。ミャンマーがね、ミャンマー結構ね、安全な国なんですよ。なんで安全なのかっていうと、宗教のね、下地がしっかりしてるからということです。まあ、食べるものに困らなければ、まあまあね、そんな荒れないんですよ。ね。なん、なん、まあ、く、食えるもん、まあ、普通に、ゴージャスじゃないけれども、ね、贅沢な料理じゃないけれども、まあ、普通に食べて、これね、食いっぱぐれないというね、その下地があれば、みんな平和に暮らせると。こういうことですね。で、その仏教に対して寄付をして、ね、そのお寺で、まあ、教育、まあ、最低限ですけれどもね、いろいろ教育とか、まあ、仏教の教育もそうですし、ね、何々をしましょうとかね、何々をしちゃいけませんとかって、そういうね、その教育をしたりとか、で、あとは文字のね、読み書きとかね、そういうこともやりますね。そういったことですよ。ね。あとはね、そのお寺に行けば、ご飯が食べられるということですね。これはね、何もね、仏教だけではございませんね。イスラム教も同じですよ。
イスラム教も同じですよ。確かね、イスラムの銀行かな、そう、イスラミックバンクっていうのがね、確かありまして、ここはね、金利をね、受け取ることができないんです、金利。例えば、普通銀行ってその2%とか3%ね、まあ日本だと今0%ですけども、2%、3%とかの金利受け取ることができるじゃないですか。ね、これはね、この銀行というのは、その金利を受け取ることができないんです。金利0%なんです。でも、この金利というのがね、寄付になっていくんですよね、寄付。まあ、お布施みたいなもんかな。ね、ドネーションですよね、寄付。です。ということですね。そういう文化があるんですよ、イスラムにもね。やっぱりね、信仰してる、ね、多くの人が信仰してる、ね、まあ、信仰ってあるんですよ、その仏教を信仰してるとか、イスラムを信仰してるとか、っていうのはね、やっぱりメリットがあるからなんでしょうね。それはイスラムでもそうですし、あとはヒンドゥーもそうですし、ということですよね。で、あとはそのメリットがない、デメリットばっかりの、宗教というのは、まあ、弾圧というか、滅ぼされていくということになるのでしょうね。まあ歴史的にはそうですよね。ということです。まあ私もね、いろいろこう日本政府にか、まあ文句は言ってるんですけれども、まあ文句言えるだけまあ幸せだよねと。なんかね、日本政府がやってくれるっていうことだけでもまあ幸せだよねっていうことですよね。信用ならなければそんな、ね、で、文句も言えないからね、文句言ったところで知ら、まあね、どこどこだとね、知ったことかと、自分でやれと、そういうような形になりますよ。ね、で、そこで本当にね、支えしてくれるのが宗教ということですからね。なので、まあ、馬鹿にできないところもあるんですよね。馬鹿にできませんよ、本当に。ね。なのでね、まあ、日本に生まれたことが、まあ、ラッキー。これはもうラッキーでしかないよね。ラッキーでしかないよね。ラッキーでしかない。私はね、やっぱりこういう時にもね、やっぱり思いますよ。あ、日本って幸せだなというふうに思いますよね。で、昨日ね、やっぱりそのメール送られてきて、あ、そうか、そうだよねっていうふうには思いますよね。で、そういうことがね、やっぱり分かってないと、なんだこれっていうふうにこう思われる方ももしかしたらいるかもしれませんね。ただ、誤解をしないようにしていただきたいなというふうに思います。